禁止ですね。いきなり来ました。いやー、いいな。結論いきなりいきますよ。やっぱり足りなかったものがあった。足りなかった部分があった。それは負荷です。ストレスです。それらがあることによって自分たちは成長することができる、幸せを享受することができる。そのストレス度合いが低かったかな。いや、うん、もう今ね、運動するキックボクシングの方でちょっと低かったかなと思いました。まあ脱力っていう風なところで効率よく動くって意味では良かったんですけど、筋肉に負荷かけてなかった感じ。そこ難しいんですけど、負荷かけるとすごい良かったの。なんかね、多分なんだろうな、 HIIT とかあるじゃないですか。あんまりよく分かってないけど、そういう強度な運動をすること、だからダッシュみたいな感じとか、そういうのがホルモンにかかってるような気がするし、筋肉を引き締める感じになるかな。うん。まあ、食事ももちろん作ってるから、どれが要因なのか分かんないけど、いっぱい、ちょいちょいあるけど、大きなものとしては、最近の。さっき、インスタ、ツイッターにも書いてきたんですけど、それは食事の方で書きました。で、こちらでは、負荷、ストレス、そういうものが必要。それらがなければ、人は成長することができない。負荷とかストレスなかったとしたら、多分サルコペニア症候群でしたっけ？なんか筋肉がなくなってっちゃう病気？なんか都心の方、年を取るによってどんどんその傾向にあるみたいな、運動しなくなってくるからどんどん筋肉が減っちゃうみたいな症候群とかになってくると思うんですよね。だから筋肉はやっぱ負荷をかけなければいけないと。うん。で、気をつけなければいけないことは当たり前ですけど、負荷をかけすぎ、ストレスをかけすぎない。かけすぎると戻ってこれなくなっちゃう。まあでもそこの、かける度合いっていうのは自分で調整していくってことですね。うん。その感覚がうまくいってる。俺、多分20歳から30歳の頃のキックボクシング人生では、これをちょっと、行き過ぎた感じ。ちょっとね、辛いっていう、でも頑張るだったんですよ。もう少し、スモールステップ、ステップアップが必要だったんだなって、今では思えてて。うん。まあ、とにかく、負荷とストレスは重要。それの、自分、なりの体のね、状態を見極めてっていうか、まあやってみるしかないですけどね。その負荷具合を10ぐらいだとしたらね、5とかぐらいまで上げていくっていうことをする。それで回復するみたいな。めっちゃ10上げちゃってもいいかもしれない。でもそれだったらその分ちゃんと休養してねと。うん。これは体を鍛えるとこうフィジカル面でも重要ですけど、脳みそでも同じっていうのがわかる。例えば自分が YouTube で撮影するときに誰かとじゃあインタビューしますと、めっちゃ緊張すんの。今でも緊張します。俺緊張しいだから。そこに負荷かかってんの。うーん、ちょっと今日やらなくてもいいんだったらやらなくていいかなって逃げようとする俺がいる。うん。そこをやっていくみたいな。でインタビューとかも何を聞いていいのか分かんないかったところでもひねり出していくの。ひねり出すという、このアクティブリコールとかって言うんですけど、そういう脳の、情報をぐーって頑張って取り出すような感覚。これらがストレスであり、負荷であり。うん。重要なんですよ。これらが自分はなんか、自分で言うのもなんですけど、これはまあ脳だから見えないけど、脳がなんか成長してる感じがするの。そういうことなんだなと思って。脳に汗をかくとかも同じ概念ですね。全部一緒。肉体的にも、フィジカル的にもメンタル的にも負荷、ストレスをかけて、そして回復して超回復。この流れ、あれ、ちょっと前にも言いましたよね。それをちょっと違う形で今言った感じになりましたね。ちょっと寒いな。ちょっと、はい。寒くなってきた。足湯になってるから。では、こんな感じで、ある程度の負荷、ストレスを積極的にかけに行こう。では、